実際これ起こった事件なんだけども、100人くらいの村の人たちが死んでくってお話なんだけども、何者かに殺されてくって話なんだけども、いろいろ未だに説は言われてるんだけども、その確たる犯人はいないんだよね。こんにちは、直樹です。今日はね、何をお話ししていこうかなと思っているかっていうと、おすすめのね、フランス映画をお話ししようと思います。で、なんで今日お話ししようかなと思っているかっていうと、日本のアマゾンからね、買ったフランス語の英語が、フランス語の英語、フランスの映画が、あったので、それをね、紹介していこうと思います。その他にもね、私がおすすめするフランスの映画がありますんで、買ったのはね、これなんだけど、まあ、これはね、スイッチのゲームのテラリアってやつなんで、これはまたね、まあ、ゲーム実況をしようかなとは思ってるんで、これは前からね、またやっていこうかなと思ってたものなんで、これを買いました。で、問題はこれではないので、今日は、話題はフランスの映画の紹介なので、これはね、皆さん知っての通り、シティハンターのフランス語版で、私デラックス版買ったんだよね。アメリカのね、アマゾンでじゃあ買えばいいじゃねえかって話なんだけども、実はね、このシティハンターのフランス版ってね、アメリカでね、上映権持ってないんだよね、多分。だから上映もされてないし、私だから日本で上映される前に、フランスで上映された時にアメリカでもすぐやるのかなと思ったらやらないんだよね。で、その後に、日本で上映っていうことになって、で、アメリカも上映するかなと思ったら、もう上映もしなかったっていう話なんで、だからアマゾン見てもそもそもアメリカで上映もしてないので、 DVD とかブルーレイとか出てないんだよ。で、まだね、封も開けてないんだけど、これはちょっと最後にちょっと開けようかなと思ってるんだけども、なんでおめえ見てもいないのにおすすめって言ってるかっていうと、これがね、私だからフランスの何て言うの、前予告みたいなものも見たし、ツイッターでフランスに住んでる日本人の方かな、エンディングみたいなのも実はなぜか流れてしまってて、まあそれはそれでね、私エンディングとかも見て、ああやっぱりいいなと思って買ったんだけども、エンディングもね、やっぱり漫画のね、シティハンターをちゃんとその尊敬してるっていうのを、そういう作りになってるんだよね。あとね、おめえフランス語わかんのかって話なんだけど、まあ、もちろん私フランス語もね、英語もできないし、で、ましてやね、日本語すらもね、母国語の日本語すらもままならない状態なんだけども、一応ね、私ね、日本のフランスの検定、あれはね、アメリカに来る前っていうかにね、取ってて、4級は持ってるんだよね。で、3級ね、落ちたんだよね。で、今思うとというか、前から思ってたんだけども、4級と3級確か受けた時に、数字だね、数字。とりあえず4級でも数字出てくるんだけども、数字捨てようと思ったんだよね。アメリカの大学行ってフランス語を取って勉強した時に、結構やっぱり数字考えてみると、ちゃんと勉強すると数字結構簡単なんじゃねえのかなと思ったんだよね。だからちゃんとね、勉強して受ければフランス語3級、そのくらいちゃんと勉強しないといけないけども、いけるんじゃないのかなとかって、今ね、思ったりもしてました。ネットとかでひろゆきがフランス語で論破したとかって言ってるんだけども、あれね、何言ってるかっていうと、ジュネパーシノワって言ってて、論破っていうほどでもないんだよね。言ってる意味っていうのは、ジュネパっていう私は違います、シノワって言ってるんで、私は中国人じゃないですよって言ってるだけのフランス語です。だから論破っていうことではないよね。私は中国人じゃないよって言ってるのだって。で、そのフランス人か何人かわからないけども、アジア人一緒に見てるのか、日本人と中国人分けて言ってるのか、それはちょっとね、本人じゃないとわからないから。フランス映画の一つ、これだね。ワサビっていう、ジャンレノと広末涼子が出てて、これは別に日本映画ではないので、全部フランス語で話されてるんだよね。で、ちゃんともちろんその字幕が出てるので、日本語字幕と吹き替え字幕っていうのがあるので、これはね、フランス語を勉強する方にはいいんじゃないかな。広末涼子もちゃんとフランス語話してるし、フランス語でジャンレノもフランス語ちゃんと話してるし、で、舞台は日本になってるんで、で、日本であれば、日本的な雰囲気とか、日本的なその条件とか、そういうのがわかるので、勉強するにはね、すごいいいんではないのかなと思います。これね、わさびってやつだね。裏こんな感じね。で、これ確かね、ピクチャー、あ、ほらほら。そうそうそう。で、ちょっとこれ、ちょっとごめん、回転させるのめんどくさいけど、ごめん。これ、ちゃんとピクチャーレーベルっていうのになってるんだよね。次のおすすめのね、フランス映画、これ。で、先日ね、ちょっと前に、
これをアメリカのアマゾンで買ってよって話で、これ探すの結構苦労したのよ。で、なんでかっていうと、私ね、何かの、その、これ NHK でやってて、多分知ってる方もいると思うんだよ。で、その最後の方、チロッとなんか出てて、どこで見てて、で、それで、それを私、検索するの結構大変で、NHK 昔から見てる方は多分これ、見てたんじゃないかな、見てた人もいるんじゃないかな。はっきり言うと、この多分内容は、時代劇みたいな、ほら、なんか、フランスっぽい服装着てて、で、フランスの時代劇なんで、漢字的に鬼平犯科帳のフランス語版みたいな感じって考えればいいのかもしれないね。っていうか、私まだ開けてもいないんだけどね。まあ、これです。で、これ見たっていう方は、日本ではおそらく、日本のアマゾンではもしかしたら買えないかもしれないので、だからニコラス・ル・フロッシュカっていう名前なので、あ、見たい、懐かしいとかって、まあ、言われる方は、アメリカのアマゾンで、この、ニコラス・ル・フロッシュっていう、題名で売ってますんで、買ってください。で、次にね、私がね、大好きだったね、映画、これ。でね、これね、ジェゴーダンの獣って言って、で、これプレミアムエディションってやつなんだけども、実はこれ私ね、プレミアムエディション、これ新品で買ったわけじゃないのよ。昔にヤフオクで買って、買えなかったのよ、このプレミアムエディションっていうのは、探してももう。で、それで、ヤフオクですごい大事に使ってた方がいて、すごい新品同様だったの。で、それで、譲ってもらって、買ったのがこのジェボーダンの獣ってやつで、このジェボーダンの獣見てわかると思うんだけども、ちょっと裏見せるね。はい。これ。おそらく、ね、漫画好きだった方はわかると思うけども、おそらくこれね、武装錬金の、モデルになってると思うね。この服装っていうか、ファッションっていうか。で、この映画より後に武装錬金って連載されたので、うん、なので、おそらく、これが、このファッションが元々の武装錬金のモデルになった、ジェボーダンの獣っていうやつだね。このジェボーダンの獣って何なのかってお話なんだけども、これね、ウィキペディアで見るとね、そんなね、客観的に書きすぎてる。未知の生物とかなんか怖い話みたいな感じのジェボーダンの獣っていうのを、検索すると、実際これ起こった事件なんだけども、100人くらいの村の人たちが死んでくってお話なんだけども、何者かに殺されてくって話なんだけども、いろいろ未だに説は言われてるんだけども、その確たる犯人はいないんだよね。いずれにせよ、その話がモデルになった映画だよっていう話。で、中どうなってるかっていうと、これがこう入ってるだけだよね。あ、これがね、美しいのよ。最初こう、一枚目開くとこうなってるでしょ。で、この説明書がね、開くとね、当時のそのジェボーダンの獣の事件のことが書いてるんだよね。フランスの歴史みたいのも書いてるんだね。東インド会社の解散とか、1789年、私は歴史の先生によくわかんないけれども、稲枠はフランス革命とかっていうのを覚えて、1789っていうのは、だから今でも覚えてるんだけども、フランス革命。で、フランスの年表が書いてて、あとは主演者が書いてるんだね。これすっごい綺麗なのよ。で、見えるかな？一応鏡で全部見えるな。まあ、あっちにすごいでっかい鏡があるんだけども。で、これね、実はモニカ・ベリッチっていうね、すごい私の好きな女優さんも出てて、っていうか、おめえの趣味聞いてねえよって話なんだけども、このね、なんか、ね、ピクチャーレーベルプラスその、何、この、クリア、なんだかよくわかんないけど、すごい綺麗にできてるのよ。別にデラックス版を購入してくださいってわけじゃないんだけど、デラックス版あると、今みたいな、そのジェボーダンの、ね、本当にあった事件のことが書いてたり、フランスの年表書いてたり、まあ、こういうふうな綺麗なね、何円盤が見られるよってお話。はい、そしてね、さっきお話した最後はシティハンターでね、封を開けましたと。で、シティハンターね、フランスで、ニック・ラルソンだったかって、ここに確かね、ニッキー・ラルソンかっていう題名なんだよね。これもシティハンターって名前ではないんだけども、まあ、私よりもね、日本の皆さんの方は多分好きな人は見てると思うので、中身ね、このデラックス版みたいな限定版かなんかわからないけども、ちょっと開けてみようね。ブルーレイディスクはこんな感じになってるね。あ、これも綺麗だな、これも綺麗だな、ほら。こんな感じ。ね、すごい綺麗な出来だよね。そのまんまなんか、漫画とかアニメとかのそのイメージそのまんまっていう感じで、私は好きだな。あと中入ってるのはこれ台本だね。シティハンターの日本語版の、要するにフランス語から日本語に直す時の台本だね。
とは中はこういうのは出演者みたいな感じの紹介だね。これは後でゆっくり私見ようかなと思ってるんでね。本日はね、私のおすすめのフランス映画の紹介をさせてもらいました。特にね、シティハンターもね、すごいなんかかっこよくてさ、もう私予告編とかも見て、だからその最後のエンディングとかも見ちゃってるんだけども、でもネタバレみたいな感じで、それでもやっぱり欲しいなって思ったんだよね。その牧村が亡くなるところとかもね、なんかかっこいいな、そのままエンジェルダストの時の話みたいだなみたいな感じで、それでやっぱり欲しいなと思ったし、怖い話とか好きな方は、そのジェヴォーダンの獣っていうインターネットで検索してもらって、当時そのフランスで起こったこの事件、フランスのルイ15世の時らしいんだけども、フランスのルイ14世があれだよね、大王王だよね、神話国家なりとかって。で、15号じゃねえや、なんでドラゴンボールになってんだ、動画ドラゴンボールじゃねえんだけど、15世がその歴史の中ではさほどその目立ってないその治世なんだけども、16世になるとルイ16世になるので、あれだよね、マリー・アントワネットとルイ16世がフランス革命で断頭台の杖に消えるっていう、そこら辺の時代のお話だよね。なので、このジェヴォーダンの獣はね、一回、ウィキペディアとかその客観的なものだとね、あ、そうなんだみたいな感じなんで、怖い話みたいな、そういうのはよくあるじゃない、サイトで。それを見た上で、うわ、なんか興味そそるみたいな感じの上で、このフランス映画を見ると、ああ、こういう考え方もあるんだ、みたいな感じで面白く見られると思います。このニコラス・ルフロッシュというね、この映画っていうか、以外は映画っていうか、これはドラマなのかな。それ以外は、今紹介したのは全部日本語のものなので、で、日本語字幕もとかも入ってるので、フランス語を勉強するにはいいんじゃないのかなと私は思います。なのでね、これからね、フランス語勉強しようかなと思ってる人も、おすすめのフランス語の映画あったらどれがいいのかなって言った場合は、私はこの4つ、少なくとも日本の3つ、わさびとジェヴォーダンの獣とシティハンター、これはちゃんと日本語訳にもなってるんで、すごい購入しても見やすいんじゃないかなと思います。こっちはね、私まだ開けてもいないんでね、ただ重さ的に多分何枚入ってんだな、これ。これはだから上級者用みたいな感じかな。これ多分、フランス語で話して、英語の多分字幕が入るか、もしくは全部英語か。どちらにしても、英語かフランス語は勉強できるってお話だよね。はい。そういうわけでね、本日の動画、これで終わりにします。おやすみなさーい。